フランス政府広報のロゴマーク公立学校に表示されたフランス共和国の標語、自由、平等、友愛はフランス共和国の標語である。その起源はフランス革命にあり、革命期のスローガンの中の一つであったが、公式に国の標語として採用されることになるのは19世紀末の第三共和制になってからである。自由、平等、博愛と訳されることもある。 このフランス語が日本で知られ始めたのは日本の開国の機関であり、当時のフランスではブルジョワ階級による事前活動の影響でフラテルニテに事前、博愛などの要素が付加されていた。そのため当時の日本ではフラテルニテが博愛として解釈された。中江町民やその弟子、高徳周水らは自由、平等、博愛を使用した。後に、 フランスでは、フラテルニテから、階級差別的な事前、博愛の意味合いが失われたが、日本では、自由、平等、博愛の訳が併用され続けている。なおフラテルニテは、フレールと、同語源であり、基本的に対象は身内にしか及ばないという見方から、自由、平等、同法愛と訳すべきであるという意見もある。自由、平等、友愛は、 フランス革命に由来する。1790年以降の第一共和制が宣言される前の公開討論に出現している。この標語の起源を歴史かもなおズーフはこう説明している。この決まり文句の歴史を革命以前までたどることはおそらくできるであろうし、我々の建物のペディメントに飾られる。この魔法の産後が18世紀にはすでに、 思想界で好まれる言葉の中に入っていたことを指摘できるであろう。しかし、これらの他にも、友情、事前、誠実、団結といった数多くの言葉もまたそうであった。フリーメーソンは特に、平等の語をよく用い、頻度は、落ちるが、友愛も用いた。ただし、自由にはむしろ冷淡さを示し、三つの語からなるリズムを好むにもかかわらず、自由、平等、 友愛という配列には、全くの無関心であった。啓蒙思想の語彙を長期的に収集してみてもこれも、また期待外れに終わる。啓蒙思想の語彙を先金採集のようにして、ふるいにかければしばしばこの三つの語が光っているのが、見つかるだろうが、それは、バラバラの粒であって、三つの語が組となって、現れるのは、極めて稀である。引き続き、モナオズーフによれば、 この標語の誕生は派手なものではなく、明瞭なものでもない。アルフォンソ・ラールは、この標語が、革命のプロセスの、各段階に対応する三つの運動によって、順次形成されたものであると示唆している。最初が、自由で、これは、革命初期において、最も人気のある概念であった。ついで、1792年の8月10日事件を、男女に、平等が浮上する。 友愛の芽が出るのは、山岳派支配の時期の終わりになってやっとであった。この標語の三拍子は、歴史時間の流れのリズムであったということになる。アルベール町へも、オラールと同意見であるが、友愛がもたらされたのはさらに後のことで、フリーメイソンを起源として、1848年になって、やっと認められるようになったのではないかとしている。 革命歴の構成もこうした仮説の支持材料となる。1789年7月14日に始まる年を自由元年。1792年8月10日に始まる年を平等元年としているのである。ラニー・シュル・マルヌの壁に書かれた共和国の団結と不可分。自由、平等、友愛、さもなくば、死フランス革命初期においては、 友愛の言葉は使われず、スローガンは自由、平等、財産の言葉が一般的であった。前述のオズーフの解説にあるように、最後の一語には様々なバージョンがある。標語の最後の言葉が友愛に変わったものの中で、文章が残る最後はマクシミリアン・ロベスピエールが書いたもので、1790年12月の中旬に印刷され、 人民結社を通じてフランス全土に広まった国民軍の設立に関する演説であった。ただし国民軍の設立が立憲議会で議論された1790年12月5日、1791年4月27から28日のいずれでも実際にこの演説がなされることはなかった。カミー・ユデ・ムーラン、イギリス人、フィリップ・スタンホープ、 アントワーヌ・フランソはモモロもこの言葉を口にしている。モモロは1791年5月29日にもコルドリエクラブでこの標語を取り上げているので、この標語を広めたモモロこそが自由、平等、友愛の発案者であるという説が古くからあるが、最初に誰が言い出したのかは記録がはっきりしない。ナンシー事件のシャトービューのスイス傭兵を称えて行われた 自由の祭典の際にもこの標語が全面に押し出されており、パリコミューンの長、ジャンニコラ・パシュは1793年6月21日に各所の壁にこの標語を書かせた、自由、平等、友愛、さもなくばし。特に共和歴 V 年からセブン年の総裁政府が、友愛の誓いの代わりに、王党派と無政府主義者への憎しみの誓いを奨励したこともあり、 この標語は革命の収束とともに徐々に見捨てられていった。この標語は共和国の方針そのものとともに損なわれた第一帝政と復興王政の期間はこの標語は姿を消し1830年の7月革命で再び姿を現す。それからは革命家たちによって繰り返し権利として要求されるようになる。 共和国の原理としての認知に大きく関与した、ピエールルルーのほか、アレクサンドルルドリロランやフェリシテド・ラムネーなどである。テオドール・デザミとジャン・ジャック・ピオを中心とするベルビルの共産主義者たちによる最初の共演でも、友愛が共同体の創設を支えるのに寄与する、限りにおいてという条件でこの標語は承認された。1848年のフランス革命に伴い、 1848年2月27日に、ルイブランによってこの標語は、第二共和制の正式な標語とされた。しかしながら、共和国は、もう一度分裂する。1848年の、労働者放棄の鎮圧と訂正の復活は、この産後の哲学と、射程距離を、再び疑問に付した。 1880年になりようやくすべての公共施設のペディメントにこの標語が掲示されるようになる。第三共和制において、この標語は共和国の公式な象徴として採用された。労働、家族、祖国と刻印された1943年のニフラン、高貨ビシー政権はこの標語を、労働、家族、祖国に置き換えた。自由フランスにおいては、 自由、平等、友愛の標語は一年ほどの間は政治的であるとして、自制的な理由から避けられていたが、1941年の秋からは再び掲げられるようになった。20世紀半ばには、この標語は1946年憲法の発布と、共に、フランス共和国の歴史に、高級的に刻まれた。 1948年国際連合総会で採択された世界人権宣言の第一条にもこの標語の精神が継承された。すべての人間は生まれながらに尊厳と権利において自由にして平等である。人間は理性と良心を授けられており、互いに友愛の精神を持って振る舞うべきである。 世界人権宣言第一条政教分離法を受けて1905年に国有協会のティンパヌムに掲げられた明1789年の人間と市民の権利の宣言は自由をこう定義している自由とは他者に害をなさぬあらゆることを行うことができるということである。よって各人の自然権の行使にはそれが 社会の他の人々が同じ諸権利を享受することを保障するもの以外には限界がない。こうした限界は法によってのみ決定される。1793年の人間と市民の権利の宣言では定義はこう修正されている。自由とは他者に害をなさぬあらゆることを行う俗人的な権利である。それは自然を原則とし、正義を規則とし、法を防壁とする。 その倫理的な限界はこの格言にある通りである。己の欲せざるところは人に施すなかれ。自由に生きるか、さもなくば、死を、は、共和国の重大なスローガンであった。兵庫の二番目である、平等は、法が、すべての人民に対して同じであり、生まれや身分による差別は廃止され、全員がその視力に応じて国庫に、寄与しなければならないことを意味する。 1793年の人間と市民の権利の宣言はこう宣言している。すべての人間は生まれながらにして平等であり、法の下で平等である。1795年の人間と市民の権利と義務の宣言では、平等とは保護を与えるにせよ、罰を与えるにせよ、法はすべての人間に対して同一であるということである。生まれによるどのような差別も、 また、権力のどのような世襲も許されない。平等にも、やはり社会的な側面があり、ロベスピエールによれば、平等は、祖国と共和国への愛から生じ、それは、極端な富の偏在を許さないからである。共和国の創設者にとっては、平等は、世襲を廃止、各人が仕事を持ち、課税は、累進的なものであることを要求するものであった。要するに、 サンキュロットの平等はブリッソー派の平等とは異なるものであった。ジャンジャック・ルーソーは、平等を自由と不可分なもので、いかなる市民も他の市民を金で買うほど豊かであってはならず、またいかなる市民も自らを売らざるを得ないほど貧しくあってはならない。という主題として定義した。ベトナムのホーチミン博物館にある自由、平等、友愛の展示。 フランスの植民地支配下で拷問されたベトナム人たちの写真と重ね合わされている。標語の3番目である、友愛は、共和歴3年憲法の前文である1795年の人間と市民の権利と義務の宣言で、こう定義されている、己の欲せざるところは人に施すなかれ。常に、自分がされたいと思う善事を他者に施すように。 フランス革命の間は、友愛は、フランス人のみならず外国人も含め、自由と平等の実現と維持のために戦うすべての、ものを包容するという従前な使命を持っていた。哲学者で、エスプリッシの元編集長のポール・チボーによれば、自由と平等が権利として受け取られる一方で、友愛は、各々が、他者に対して負う義務である。よって、これは、倫理的なスローガンなのである。 つまり、友愛とは他者に対する信愛の念というだけではない。社会、共同体への義務、奉仕を意味するのである。ありがとうございます。